これから茨城県常総支部から寄せられた作品を公表していただきます。最初は佐藤健三さんのダブルスカル、これは江連さんからお願いをいたします。はい、ダブルスカル、先ほどどなたかオリンピックで競技に使われたというような、まあ、ことが言われてましたけども、やっぱりそういうのがなるほどなと私、思いました。というのは、先ほども映っているのが面白いのか珍しいのか、やっぱり、両方面白いし、まあ、珍しいしというようなことになるかなと思うんですが、やっぱりこの映像を見る中で、そのオリンピックで使われた競技が、まあ、似て異なりますけども、それに、似せたような形で、まあ、撮る方はファインダーを除いて、これを収めたということなんだろうと思います。で、いわゆるこの白鳥の乗っているこの岩なのか流木なのかちょっとわかんないんですけども、これがいわゆるダブルスカルということで乗っかっている、そのウィンドサーフィン的な、そのサーフボードみたいようなものを指しているのかなというふうに思いますし、でなおかつこの白鳥の首の曲がり具合が、そっくりに、映し出されてて、同じような姿形というようなのも、なんかユニークささえ感じるということもございますし、あとはこの足ですね。この足が、いわゆるその、船を漕いでいるような、浪という感じにも、まあ、見る側としては見せられてしまうな、というようなことを、まあ、この画像を見て、感じさせられました。面白い視点を感じますよね。はい。どうなんでしょうね。発見なんでしょうか。これはどういう部類になるんでしょうね。ご意見のある方おりませんか。それでは、福田先生にお願いしましょう。ちょっと、あれ、江連さんが、ちょっとあまりにもこのスカルに関しての知識がないというのを披露してくれたんで、オリンピックにはシングルスカルとダブルスカルとあるんですよ。で、これはシングルスカルっていうのは一人乗りのカヌーです。うん、だから右と左にパドルがついてますね。で、ダブルスカルっていうのは二人乗りで、で、二人で漕ぐわけですよね。それで、さっき足のこの水かきのロと言ってくれたんですけど、これはまあ古典的日本用語で、普通はパドルって言うんですよね。パドル、はい、はい。で、これにパドルに模したというんで、先ほど長野の写真の時にお話したように、動物写真というのは、その形が面白いとか、あるいは優雅であるとか、さっき江連さんがおっしゃった何かを連想させるとかね、これはまさにダブルスカル、2人で漕ぐカヌー、そのまさにその2人の息がぴったり合ったような顔の向きと首の曲がり方、それとうまい具合にパドルが1本パッとこう後ろに出てるというような感じで、そういう面白さを伝えてるのは間違いないと思いますね。だからその動物写真の中で、その白鳥の、まあ、優雅であることは優雅であるんだけど、白鳥の優雅さを求めたというんじゃなくて、白鳥の2羽がいることによって成立する形、その形をぴったり収めてくれたという感じですね。それとあと背景のこのグラデーションがね、一番下から一番上のね、白く変わっていくまでの、そのとても上手なグラデーションを使ってますよね。そうですね。まとめの上手さだなっていう感じしますね。皆さんからよろしいですか。
それでは次に参ります。これは神保久子さんの赤と黒。これは小林進さん、お願いいたします。はい。非常に構成的な写真だっていうふうに、まあ、一目でわかるものですけれども、赤と黒ということで、単にその構成的な写真だけではなく、非常に見るものに強烈な印象を与えているんじゃないかと思うんですね。でまた下の部分が黒くこうシャドウになっていて、まあ、そこからこういうふうに赤いものがこう、右方向に行っているわけですけれども、そういう、まあ、写真の作り方ですね、作り方からもそういう見るものの視点っていうものをうまくその使って構成した写真じゃないかなっていうような感じがしますね。そうですね。はい、以上ですけども、はい、なんか小林さん、はい、繁殖の強さみたいなものを感じますかね。そうですね、まあそうですね、なんつうのこの黒の部分がこう少しにじみがあったりしてね、うん、そういう部分にこうなんつうんだろう、少しこう面白いっていうか写真的な面白さを感じたりはしますね。うん、そうですね。こういう構成的な写真っていうのはなんか時としてその感情っていうものがあまりその湧かない場合が多いんですけれどもね、やはりこういうわずかなこういう、まあ、赤の方にこう行ってる黒のにじみとか、うん、そういうところに、まあ、ちょっとその感情の、うん、まあ人それぞれでしょうけどもね、うん、僕はなんかそういうちょっとその感情の揺れみたいなものをやっぱり感じますね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっといいですか、すみません。はい、どうぞ。ちょっとね、色的なこう見せ方としてはすごい印象あったんですけど、うん、ポイントとして何か一つ欲しいなと思って、自分なりにこの黒と赤を見てずっと考えてたんですけど、うん、例えばこの赤い板のところに黒いボールが転がってるとかブレてて、うん、なるほど、なんかそういうものが入ったらまたちょっと一段とこの写真見栄えがより変わってくるんじゃないかなっていう感じは受けました。うん、この状態だとただ写したっていう状態の感じにしかちょっと見れないっていうか、まあ色的な見せ方はすごくうまいしね、この、うん、なんていうんですか、この曲がり具合もねすごいんですけど、ちょっとプラスアルファ必要かなっていう感じ、ちょっと私個人としてはちょっとしました。なるほどね。はい、以上です。他にご意見は、すいません、シンプルだからいいんだって人いませんか。業務でございますが、はい、はい、これはそれこそジャンルにしたら何ジャンルですか、これは。造形なんかな、何でしょうね、何でしょうね。やっぱりこれはどっちかっつうと創作的な感覚の方が一番強いんじゃないでしょうかね、イメージでね。そうですね、捉えてるイメージっていうようなことになるんでしょうけども、うん、イメージ的な話になってくると、それこそ評価基準がどうなのっていう感じになってきますよね。評価基準がこう分けてあげないとそれこそ人によって100人十色という感じになっちゃいますよね。そうですか。じゃあその辺まとめて福永先生にお願いいたしましょう。いや、業務さん素晴らしい指摘じゃないですか。そのこれをね評価するためにはね、やっぱりそのある評価の基準が必要じゃないかって、 そこなんですよ、大事なのは。だからこの写真とその白鳥が2羽並んで座ってるって写真とを同列で見られないですよね。それでさっき吉田さんがね、この写真は何か物足らない、ここにボールでも一つあればいいじゃないかと。これもやっぱりね、別次元なんですよね。うんうん、要するに既存の一つのものっていうのは何かがあれば、そこにこういうふうにあって初めて成立するんだというね、その絵の流れを組んだ一つのね美学っていうのが存在してるわけですよね。だけれど多分この世界をやる人たちというのはそういうのをどん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 打ち破っていくんですよ。
で、私、小林さん、さすがだなと思ったんですけどね、この、要するに汚れてるのか、何だかわからないけど、この赤いのがぺったり赤じゃなくて、非常にこう、シミのようなね、その、ある生活感とか、歴史とか、なんかを感じさせるっていう存在だっていうと指摘しましたけどね、それがね、その写真の持ってるリアルのね、まあ、この人が写真という材料をこの中に遺物として残した唯一のものだと思うんですよね。で、もう一点はその一番下の黒なんですよね、これね、このグラデーションね、これ本人相当苦労してね、こう暗く消えていくという状況をここへ作ったと思うんですよ。これ後でプリントで処理したのかどうかわからないけれど、でこれはね、要するに表現で見る人にそういう雰囲気をね、こう吸い込むための、ね、材料なんですよね。ですから白鳥は、さっきの白鳥はあそこにある面白いものがあるから、あるいはある面白い形になるまで待って、それをパチッと捉えたってことですよね。でこれは街の中にある何かかもしれないんだけれど、普通に通過すれば何でもないものなんだけど、私はそれに何かを感じて、それをカメラを寄せたり眺めたりなんだかんだしながら、それを材料にして自分の表現アートとしての材料として写真を一枚作ったという流れなんですよね。ですからその根底からその写真を作る、写真を写すということは向こうは言えるんだけど、さっきあの業務さんがおっしゃったように、これは写真を作ってるわけですよ。そこにあるものは材料に過ぎない、その材料を私が今煮たり焼いたりしてこの写真にしたんだと。だからこの写真は私のものですよと言ってるわけだよね、この写真は。だからこの写真のその良し悪しに関しては、全ては写真が責任を持つし、被写体が悪いんじゃなくて、私の表現が、全て私の表現ですよと。だから私の表現を見てくれと言ってるわけですよね。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。それでは次に進みたいと思います。これは風の道、渡辺さん、よろしくお願いをいたします。はい、と言いたいんですけれども、今日一番難しい写真担当しちゃったようだな、ね、そうですね、そういう気がしております。あの、先ほどの赤と黒の写真と同じように、まあ、人によってはその、過去に言葉を見つければ造形写真という分類に入るんかなと思うんですけども、ただあのタイトルを見ますとですね、風の道という非常にその具体的かつ詩的心情的なタイトルがついてて、こういう造形的なものに心情的なタイトルがついてるのが大変その面白いという、私はそういう見解を示しました。それから、単にその三角の画面構成の中に、細いその黒い線がいくつにも入ってるんですけども、まあ、これが非常にその面白い効果を上げているような、そしてそれがあの単色ではなくていろんなグラデーションを持って、黒い線もあるし、グレーの線もあるし、また黒い陰影の中にもわずかに白に溶けていくグレーもあるし、黒に続いていく闇もあるし、そんなことで非常にその面白いかなと思いました。人によってはそれを、綺麗な写真かなっていうと、綺麗な写真ということで果たして褒め言葉になるかどうか分かんないんですけども、これもおそらく人それぞれだと思いますけども、まあ、私個人的に見れば、この風の道という、こういう具体的なタイトルをつけたからには、何かこの中に人が感じる共通な部分、共通な目にする、目にできる部分があってもいいかなという、ただそれをやってしまうと作者に言わせると甘い写真だと言われかねないような、そういうその非常にその一見怖いような、そういう写真として拝見いたしました。
はい、ありがとうございます。皆さんから他のご意見はございませんか。よろしいですか。じゃあ福永先生お願いします。すいません、いいですか。はい、一つ。あの岩田さんの今の話とても面白かったんですけど、あのやっぱりね、こういう写真とかこの前の写真見た場合に、あの素直に、なんて言うんだろう、素直に自分の感情を吐くっていうことが割と大事なんですよね。で、その大事かって、まずね、色を抜いてくれたっていうね。で、これには要するに白い面と黒い影と黒い線と、それって存在してないわけですよね。だからパール・クレインがね、その点と線に関してもうとにかくもうヘドが出るほど本いっぱい書いてるんだけれど、その中に線というのはその能動的で方向を表しなんとか、面というのはパッシブであってこととか、そういうこといろいろ書いたりなんかしてるんだけど、その面とか線とかそういうものに対して絵描きっていうのはね、非常にいろんな現代アートの世界ではね、意味を持たせてる、で意味を読み取ろうとしてる、あるいは作者は意味を付加しようとしてる。で、この写真も左上になんか線がこう集中してるようなところを考えるとね、なんかをこう感じさせようとしてる感じがね、だからそれはあの風の道とかなんとかって本人が書いてるけれど、やっぱり方向とか向きとか流れとかそういう感じなんですよね。それでその黒いところにグラデーションがあるんでね、それもまあまさにそういうことを暗示してるんだと思うんだけれど、そういうその非常に関連的なね、あの話になっちゃうんで、具体的なものじゃないからね。で、その関連的な会話でいいと思うんですよ、私、大事なのは。で、私はこう感じた、要するにあのグラデーションのあるあの影のところに対して非常に線がシャープな線をね作っていて、なおかつその黒い線にね太さの差があって、それが非常にあるリズムを生み出してるとかなんとかって、それはうまくは言えないけれど、なんかそういうものに対しての一つの魅力を感じた。で、別の見方からすれば、もう色が抜けてるところへ持ってきて、単に線だけであるって、私はつまらないっていうようなこととかね、もっとね、あのこういう類のアートに対しては、シャープな物言いで構わないと思うんですよ。ノーはノーなんですよ。で、なんか感じたら、感じる材料を一生懸命探して見つけ出そうというのは、これは愛すべき行為なんだけれど、批評家っていうのは決してそういうことしないですよね。そんな愛情を持って見るなんてことは絶対しないんだよね。一生懸命ね、荒探しみたいなのばっかりするんだけれど。だけれど、そのこういうふうな表現型アートってものに関しては、見る人たちがどういう感性を揺さぶられるかっていうことを聞くことが、作者にとっては一番大事なことだと思うんでね、そこをシャープにね言ってやった方がいいかなっていう感じがしますけどね。私は色を抜いた勇気っていうのはまず大事にね感じたんですよね。あの福永先生、的外れなことを申し上げるかもしれませんけど、私はこちらにこうあの柔らかいこうにじみがこう表現されてますよね。で、ここの左側に少しこうにじみがこうあるんですけども、これってあの私にはちょっとねこうない方がいいんじゃないかなって感じは私にはするんですが、これ作者はここにこだわった面はあるんでしょうかね。ないでしょうね、うん、あのないでしょうねって私が言うのはね佐藤近正レベルのそのフォトショッパーだったらそういうところを目が行くんですよ。でもこの作者はね、あのフォトショップをそんなにあの上手に使える人じゃないと思います。なるほど、うん、でもあのあれですよね、この線っていうのは簡単な表現ではないですよね。そうなんですよ。これね、これ細かく見ていくとね、この写真というのは引き込まれてね、おかしくなるんですよ。今、まさにね、佐藤さん指摘したこのグラデーションの部分なんだけれど、
こっちはみんな黒い線なんですよ、こう。そうですね。だからこの黒いところに入ってるのは白い線なんだよね、これ、同じ線で。ここの線とこの線ね、2本入ってるんだ。ここがね、すごくね、私はね、いいと思いますね。ここの切れていないし、切れてんじゃなくて、一直線じゃなくて、ここになんかこう、どういう加減でできたかわからないけども、ちょっとこう、目が引かれますね。なるほどね。いや、私はね、実を言うと、この写真で皆さんがある程度の議論をするっていうところにね、もうこの写真の成功が隠されてるんだと思うんですよ。要するに論じざるを得ないっていうね、要するにさあ皆さん、この写真の中から魅力を引っ張り出してみてくださいってことを突きつけてるんですよね。そうですね。ギョブさん、何か一言言いたいでしょ、はい、どうぞ。いやいや、一言はないですけど、作詞は今の意見を聞きながら笑ってるでしょうね、どっかで。いや、本当に感じ方っていうか、あれよって全然違う意見が出てくるでしょうし、私は船の帆にも見えましたし、タイトルからしてですね、船の帆に感じましたし、この真ん中の黒い中に、少し私の方から見てると白っぽく見える、先ほど指摘があったものは、これは完全に意図的に作っていると思いますけども、これがどういう意味だっていうのは議論するのを作者は楽しみにしてるんじゃないでしょうか。なるほどね、うん、なるほどね、うん、まあ確かにいろんな意見がこの活発に行われる、そういう作品でしょうかね。そう思います、うん、よろしいですか、いいですか、ちょっと。はい、どうぞ。ずっと眺めてるんだけれども、うん、作者はどこを見せたいのかなっていうのがわからない、うん、この黒い三角の部分なのか、上の白い部分がなのか、フォーカルポイントがはっきりしない、うん、なので題名を見ると風の道なんで、この黒いところに風が通ってるのかなと思ったり、よくその今一つなんていうのか、ピンとこないところがある。だからこの黒い部分をもっと大きく映したら分かりやすかったんじゃないかなという気がするんですが、うん、はい、そんなところです。はい、分かりました。業務さんがさっき言った船の帆、ヨット、うん、はい、うん、ああなるほどなと、あそういうふうにも見えるなと思ってね、私も今感心して業務さんの言葉聞いた時になるほどそうだよなっていうふうにね、うなずいてしまったんですよ。でやっぱり風の道っていうこととの絡みってなると、やっぱりその船の帆がやっぱり風を受けて、そういうふうに風がまあなびいていくっていうか、うん、黒いところに集中されて風が溜まっていって抜けていくんだろうなっていうグラデーションのもとに、またそういうふうな感じを彷彿と今してるところです。さすが業務さんですよ。今のその話ね、実を言うと絵の世界では昔相当論じられたことがあってね、要するにタイトルが写真を視覚的に固定化しちゃうっていうことがあるんですよね。うん、だからこの変な風のなんとかなんていうタイトルつけたためにね、そのセールを思い連想させたり、はい、なんとかってこと起こっちゃうんで、だからよく絵でさ、修作1とか作品 A とか作品 B とかって書いてる、ね、出す人いっぱいいるでしょ。いますね。あれは要するにその中のものを固定的な観念で見てほしくないと、あなたはどれだけ自分の発想で展開できるかということを求めてるんじゃないかと思うんですよね。それから三浦先生に、大先生に失礼になってしまうんですが、三浦先生の指摘のね、この写真の中にはフォーカルポイントがないということとか、あとその黒い部分をもうちょっと大きくしたらどうだろうか、どこだろうかっていうのはね、基本的にはね、三浦さんの中に
その伝統的な写真に対するその作品の完成度を上げるための評価のなんかがあるんですよね。そういうものとの比較にどうしてもなっちゃうんですよ。それでフォーカルポイントはどこかなんていうのはこの作者にはないですね。フォーカルポイントはこの四角い線の4本の線の中が全て私の作品ですということですよね。だからその要するにポイントがあってそれを支えるサブポイントがあってっていうような考え方っていうのは要するにその古典的な絵画の中でのその役割でそういうものは演じられてるっていうことであって今の現在でこういうふうな区形の中で展開されるものだったら区形の隅から隅までが一つの世界ですよっていうようなことなんだよね。うん、だからこの中にポイントをフォーカルポイントを探すというのはもしかすると間違いかなって感じがしますね。なるほど、分かりました。はい、はい、ありがとうございます。だからすいません、小野田ですけど、はい、で先ほどの福永先生のお話にありましたあの修作とかですね、作品 A とか B とかで、この前展覧会の中でもあの応募作品にアンタイトルドというような言葉が、うん、タイトルとしてですね、うん、出てきておりました。なるほど。でその作品 の, あの内容を言いますとですね、まあそれぞれさまざまなあの表現というふうに、まあ、取るというか、まあ、見る人の、あの想像に任せるというかですね、でただあの一般の人が見るとあのなんかよく分かんない写真ですねというままで書いちゃう人もいるし、でもう少し親切に例えばあの抽象的な自分の、まあ、心象風景をあの表したんであればですね、例えば不安な世界とかですね、日々の生活とかですね、まあ、ちょっとシンプルですけど、まあ、何かそういう自分の心象にわずかに通ずるようなものをですねタイトルにつけてやった方が、まあ、一般の人の展覧会なんかでは親切ではないかなと。アンタイトルドっていうのはどういうものなのかなって、まあいうふうな疑問を持ったまま、展覧会は終了したんですけども、小田さん の, あの指摘はね、半分当たってて、半分間違ってると思うんですよ。っていうのはね、はい、一つはね、要するに、不安な風景って言った瞬間に、そのタイトル見た瞬間に、見る人に先入観を与えるんですよね。その写真を不安な風景として見るというね、先入観を与えちゃうんですよね。だからそのよくあのタイトルを論じる人たちがいっぱいいます、写真の世界では。ところが絵の世界はね、あんまりねタイトルをね論書き言わないんですよ。なぜそうなってるかっていうと、写真はその今多くの方に分かる理解されるっていうのを前提としてるっていう歴史が長すぎちゃったんですよね。で今抽象画の世界はだってアヴィニョンの娘がだってピカソはだって20年かかったんですよ、あれが世に出るのに。でゴッホに至っちゃ1枚もパリの花壇で当選してないんですよ、全部無視されちゃった。だから見る人に共感を得るものがいいものであるというのは文部省的発想だと思うんですよ私は。見る人は100人来て99人、そこ向いて行っちゃってもたった一人の人がじーっと写真を眺めてて、いやこの写真はって思って10年後にその写真がね世に問うような存在になりうるっていうのがいくらでもあると思うし、そういうものがアート性の強さが世に残ってくっていうことだと思うんですよね。ですからその見る人に媚びを売るためにタイトルをつけるというのは私は根本的にアートの精神からは間違ってると、こういうふうに思ってるんですよ。ただ写真に対して補助的に的確な思わずにやりとするようないいタイトルがつきましたねとかなんとかっていうことは結構なことだと思いますよ。ただしその見る人に見方までも強制してしまうようなリードの仕方っていうのは特にアート性が強いものに対してはね、そうじゃないそのドキュメンタリーに関してはいいと思うんです。ドキュメンタリーに関してはドキュメンタリーのお祭りの状態をより親切にリードしてやるっていうのは役割だから、タイトルがねそれなりのものをつけるというのは結構だと思うんです。ただしこの類のものに関してはいかに
見る人の、要するに見る人と、前にお話したけど、見る人と作者の間でどう考えるかっていうところでパチパチっとなる、そこの存在がそれを思ってアートという存在だと思うんですよね。うん、ですから作った人はこういうつもりで作ってるけど、見る人が全然別の発想をしたところで、それは間違いじゃないんですよ。うん、見る人にはそういうふうな電波をこの写真は与えたってことなんですよね。うん、でそれを作者はよく噛み締めるってことが大事だと思うんですよね。なるほど。難しい話。あのこの風の道というタイトルは福永先生個人的にはいかがですか。ちょっとおしゃれではあるけれど、無理やり風の道なんていうね、能書きをね押し付けるな。そういう感じです。なるほど。あの佐藤さんいいですか。はい、私に言わせてもらっていいですか。はい、皆さんの細かく見てくれているあの私は皆さんのようには分かんないんですけど、この色の自分が感じる素晴らしさっていうのは、その色を抜いたことによって、その白だけのところのグラデーションとか、そして少しでも立体感がこう感じられて、それでこれはどこがどういいっていうよりも、いい全体から感じる、その風の滑っていくような風の感じが私は受けられるんです。だこの線のその取り入れ方の、その美しさと、あとその道っていうその題名を作者がつけてくれた、その風の道っていうのは、その線とこの色を抜いた白で素晴らしいおしゃれな、とてもいい写真だと、何がどういいんだか分かんないですけど、私はそういう感じに受け取られます。いや大好きです。こういう色上層支部はロマンチストだね。それでいいんじゃないでしょうか。はい、それでは次の作品に移ります。次はもやの中の橋。これは三浦さん、よろしくお願いいたします。ちょっと待ってください。よく見てから。はい、あのずっと見てると、赤い橋と左側の黒い部分、木かな、なんかこう、まあ、森みたいな、森みたいなところが、うん、こうちょっと離れて見てると、目が右行ったり左行ったりするんですよ。要するにあの落ち着かないんですね、見てると。なるほど。抽象的で非常にあの幻想的な風景ではあるんだけれども、パッと見た時にその目がこうチラチラしないようなのが私は好きなんで。あの三浦さん、この赤に釘付けにならないですか。あのならないんですよ。これ黒がちょっと強すぎるんですよ。お、なので、うん、まあだからそのこの赤がもう少し左側に伸びてれば、そんなに違和感なく見れたと思うんだけれども、うん、そんな感じですかね。でそうするとあれですか、あの全体的にこのブルーの中に赤があるっていう、そういった面はいかがですか。それはそれで面白いとは思うんだけれども、うん、なんていうのか、その表現として見る場合に、うん、どうしても安定感というものがやっぱり気になるんですよね。なるほどね。ですがこれ真ん中の部分が突っ抜けてる感じがして、どうしてもこう落ち着かないので、こういうのはちょっと山崎さんの意見も聞いてみたいね。まあなんとなくその三浦さんが言われてるのが分かるような気がしますね。なるほど。ちょっとやっぱ赤とこの黒の対比が、うん、ちょっと中途半端というか、うん、黒にどうしても目がいっちゃう、いうところはある感じ、ありますね。なるほどね。
他にご意見いかがでしょうか。一つお二人に質問したいんですけど、はい、よろしいですか。はい、どうぞ。三浦さんと山崎さんに逆に質問したいんですがね、はい、あのお二人がおっしゃってる話はやっぱりバランスなんですよね。要するに古典的な被写体がどこにどういうふうに存在してるかということによって画面構成がまとまるという感じの世界だと思うんですよね。それで私はねちょっとお尋ね逆にお尋ねしたいんですが、そういう形の風景写真というものをぶち壊そうって人が現れてね、あえてバランスを無視するっていうことをどんどんやってった場合に、そういう写真というのは排除されれば新しい表現というのは世に出てこないですよね。その例えばね、この右側から出てる赤い桟橋というのはね、これ画面を突き破るみたいに右からゼッと、もう本当にあの出刃包丁みたいな感じで出てますよね。左に中途半端にパッとちょぎれてる島、これどう見たって中途半端な島って見えますよね。でその両者が両側から突き出てきて、それで黒と赤で、そういう存在を、要するに風景写真の常識的な収まりのいいバランスっていうところが考えれば、どう見たってこれはもうアンチなんですよ。だけどこれ撮った人はそんなの分かってるんだね、きっとね。分かってあえてこれやってんだよ、きっとね。あの美しくとか安定的にとか見て心地よいとか、そういうことを求めてきたのがあの風景写真であることは間違いないと思うんですよ。でこれさっきタイトルの話が出たから余談になっちゃうけどね、これね、右側がねソ連でね、左の黒いのがねウクライナって言って、今その要するにソ連のウクライナ侵攻みたいなタイトルつけて出したらね、もう全日本なんかすぐにねそういうのに飛びつくんですよね。だからその写真の読み方とか作り方とかそういうものっていうのは作者が何を意図してる、だけれど今賛同を得られてないんですよね。だから私はそれはそれでいいと思うんです。だから古典的な考え方からすれば、赤が強烈に右から出てきてる、左との黒のバランスが悪いなってことを二人ともおっしゃってるんでね、それは常識的には全部そうなんですよ。だけれど私にはバランスが書いてるってことは今までの常識をぶっ壊してるっていうふうにしか見えないんですよね、どう見ても。だから逆にわざわざそういうことを仕掛けてるんじゃないかなっていう匂いがプンプンとするんですよ、この写真からは。中途半端なことをやるんですよ、わざわざ。なるほどね。中途半端なことをやってね、見る人にイライラさせるんですよね。で写真はその写真の中で帰結してほしいっていうのがね、見る人のね安心感なんですよね。ところがこの人はね、見る人にね安心感を与えないんですよね。イライラだけをね募らせてね帰らせるっていうね。だからそういう意味でね、あの私が今言ったのは難癖に近いところなんだけれど、要するに古典的な流れでの風景写真を良しとするっていうのは片っぽにものすごい力で働いて今あるんですよ。だからそれだけじゃなくて、新しい流れとか新しい表現が出てきたときにそれに対する用意も必要ですねっていう議論をねした方がいいかなって感じがしてますね。一言渡辺さん、はい、感想をお願いいたします。大変私も面白い写真だと思いました。で、まあバランスとかアンバランスとかっていうそういうお話がいろいろあったんですけども、私はこの作者の心理を考えて、左側のこの木立、森、この一角っていうのは抑えに使ったんじゃないかなっていう、そういうところがあるんじゃないかな、逆にですよね、それで抑えに使って安定させたんじゃないかなという、そういう節が私には感じられました。で、もし、主観的手法を取ろうとすれば、もし私が取るとすればなんですけども、この話はちょっとも面白くはないんですけども、
この赤い橋の色合いがこの無限に続く霧の中にふーっと消えていくようなそういうポジションが取れたならば、私はそっちを選ぶと思います。無限に続くような橋からニューッとこう橋が飛び出てくるような、ね、そんなような作り方ができたら面白いかな。この作品を見て私はそのように感じました。なるほど、はい、はい、フラン先生あとよろしいですか。はい、結構です。はい、それでは次に参りたいと思います。次は脇田英子さんの高層ビル、山崎さんお願いいたします。はい、まあ、ちょっと見ると、まあ、高層ビルなのかどうかというのは分かんないんですが、まあ、先ほど出てきた赤と黒だとか風の道、ああいうのの同じようなこう造形的な写真という位置づけかと思うんですが、まあ、こういう街の写真って結構、まあ、当然高層ビルですから都会の一角で撮ったと思うんですが、まあ、それぞれその何て言うか撮る人の感じ方、都会にというものに対しての感じ方っていろいろあると思うんですが、まあ、それぞれの人の感情が自然にこういう写真として現れてくると思うんですが、まあ、こういう非常に都会ってまあ人混み取る人もいれば、こういう非常にこう洗練された無機質な造形美、それをこれは非常に捉えてるなという感じで、都会のある一面のその人の気配を消した、まあ、本来はこういう高層ビルに人がわんさといるんでしょうけど、そういう人の気配が感じられない無機質な都会の一面を見せた写真だなという感じがします。山崎さんのそういう発想っていうのは、この高層ビルっていう画材からやっぱり無機質っていうものがつながってくるんでしょうか。まあ、高層ビルいうか、まあ結局都会の写真って、まあ、誰でも結構撮ると思うんですが、うん、それぞれの観点でやっぱり街の人を撮る人もいれば、よくあるショーウィンドウと人を絡めて撮ったりとかですね、いろんな写真あると思うんですけど、うん、割とこう私なんかもどっちか言うとあまり人を撮るの好きな方じゃないんで、こういう割と都会の洗練された造形美とかそういうのを撮ることあるんですけど、うん、まあ、そういう写真の一つだと思うんですけ ど、 なるほど、まあ、ここまで人の本来のうじょうじょいるその人の気配を全く感じさせないこう無機質な造形美を出して、うん、まあ、これも一面の都会の捉え方かなという面白さがあるのかなと思いますね。なるほど、はい、わかりました。他の方いかがですか。これパッと画材なくて、この作品だけ見たときに高層ビルっていう感じはないと思うんですよね。ですから高層ビルっていう画材にしたっていうことは、その今山崎さんが言われたような都会の無機質的なものをこの表現したいという意図があったのでしょうかね。その辺感じることはありませんか。よろしいですか。はい、この歌ですけど、はい、すいません、どうぞどうぞ。この歌さんどうぞ。これやっぱり高層ビルというようなですね、画題からまあ連想するようなことで、私が感じましたのはこの細い非常に多くの繊細なこの 線の流れですね、白い字に、ね、うん、やっぱり人の流れとかですね、ビルに寄ってくる非常に大勢の人 の、 そういう群れとかですね、そういうものを想像するわけなんですね。でそれに対してこちらの方から上の方からこう全くこうなんて言うんでしょうかね、
という柱のようなものが非常にこう圧迫感を持って上の方から降りてくるというふうなイメージを持たせるような写真で、これやっぱりその都会のですね、そういったまあ、自然のまま生きてきた人間に対するですね、なんか人工的な圧力というかですね、無機質というか組織 の、 重圧とかですね、何かそういうふうな自然の人の流れに対する非常に強い力というようなものを感じさせるようなですね、いかにも都会的なイメージを持った写真ではないかなというふうには感じますね。はい、はい、以上です。じゃあ福永先生お願いします。これ都会のなんか高層ビルとかってタイトルついてるらしいんだけれど、これね本人のレトリックなのかどうかわからないけどね、これはどう見たってね高層ビルじゃないですよ。これね、ここに映ってるこの細かい線のね模様、これはねどう見たってこれ鎧吹きの屋根ですよね。それで左上からのしかかってるこの黒い影の部分、これは軒先ですよ、どう見ても。だからこれは神社とかお寺のねどっかで撮ったような写真じゃないかなっていうのが間違いないですね。これは高層ビルを被写体としたわけでも何でもない。ただしこれを持って視覚的に高層ビルみたいなものを感じろというようなことは言ってるかもしれないんだけれどね。しかし巧みですよね、この要するにね細い線でねこう作られたこの鎧吹きのね線と、その左の上からガッと歯を出して噛んでるような感じのこの軒先のね、これどう見たって軒先のあれでしょ。でそういうものをぶっと組み出して、それでこの、まあ、今日小林さんが来てるけれど、そのまさにそのモノクロの世界で表現しうる、まあ見る人の情緒を引っ張り出すのにはね非常に上手に扱ってますよね。ね、佐藤さんのやっぱり見方は被写体は高層ビルではないというのは正しいと思います。そうですか。はい、やっぱりそういう作者の意図があったんだろうとは思うんですよね。いや、それはありますよ。だってこれだけね、高層ビルのね、都会的なんとかだったって議論されるんだ。そうやってタイトルつけただけで。いや、やっぱりあれですかね、そういったその議論を巻き起こすようなタイトルではあるんですね。いや、審査員の皆さんを引っ掛けたんじゃないですか。引っ掛けられちゃいますよ、これじゃ。確かにね。でもやっぱり思い切った自分の視点っていうものをどうやって表現するかっていう、そういう意図は素晴らしいと思いますね。おっしゃる通りですね。写真がね、なぜ面白いのかと、なんとか、その、まあ、ブレソン私好きなもんだからあれなんだけどね、この上からかかってるね、この 歯をね、むき出してるような影ね、うんうん、これがなかったら例えば何でもないわけでしょ。そうですよね。そうするとこれをここに引っ掛けて組み合わせて、そういう位置関係を作ってパチリってやろうというところに、その写真の面白さとかそういうのは隠されてるわけですよね。でまた作者のそのまあ視覚的なものの視覚の選択っていうのかな、そういうものが非常に個性があるというような議論ができるんだと思うんですよね。こういう目を持って写真を撮ろうと思ってたら、それは随分楽しいはずですね。おっしゃる通りです。そこですね。もうその街の中でブラリブリ撮ってる写真のうちの半分ぐらいはその視覚の発見であるっていうようなことを考えればね。だけどブレソンは苦労に苦労を重ねてああいう境地まで行ってるんだからね。小林さん、モノクロのやってますけど、これいかがですか、モノクロのその写真。この写真見た時に、まあカラー写真ではあるんですけども、ほぼあれですよね、モノクロに近いような表現ですよね。明暗差で見せてるような、そういう表現ですけれども、
そう考えたときに僕は皆さんに伺いたいんですけども、写道部っていうのはどう考えてるのかなっていうふうに思うんですね。非常に例えば右下の部分からこういうふうに明るい方にこういうふうにグラデーションでこういうふうにわずかにかかってます。で、一方ではその左上部の方は先ほど言ったこういうひさしのようなものがこうかなりその黒いもう塊としてこう覆ってますけれども、写道部自体はもう完全にもう左上なんていうのは潰れていまして、ある意味では情報がないっていう状態ですよね。で、情報がないっていうのは、ハイライトで飛んじゃってるのも同じですけれども、やはり感情がそこに、なんつうんだろう、入る余地がないっていうふうに僕なんかは思っちゃうんですけれども、そういう、なんつうんだろうな、そういうもので構成した写真ってももちろんあるわけで、それはそれで認めるんですけれども、こういった、まあね、構造的っていうか、そういった写真においての、この黒の占める割合ですよね。それを、この場合、これでいいのかどうなのかって思いますと、ちょっとやはり、わからないところがあるかなって思うんですね。どうなんでしょうかね、福永さんなんかは。うん。別に潰れたのが悪いって言ってるわけじゃないんですよね。うんうん、または逆に飛んでるのも悪いとは言ってるわけじゃないんですけれども、なんつうんだろう、こう、例えばある、こう、一つのものをこう見せたいがために、その写道部を、で、写道で潰して、そのものを浮き立せようとかっていう写真っていうのはよくね、見ますけれども、そういった時におけるその シャドウっていうのがなんかこう、なんつうんだろう、もっとこう、シャドウっていうのは例えばですね、今言った風景写真の中においては、まあ、暗い中でもこういう、なんつうんだろう、ある、わずかに見える部分とかっていうのがあったりすると、そこに、写真的な深みっていうものを感じると思うんですね。それはやはり感情っていうものがそういう何て言うんだろう目に見えないものに対して一体どうなってんだろうっていうふうに動くっていうことなんじゃないかなと思うんですね。なるほど。だからこういう写真の場合もちろんその黒でこういうふうに潰れたような黒で構成すること自体は全然問題ないんですけれどもただその黒の占める割合っていうのが果たしてこういった写真の場合これでいいんだろうかって思ってしまうんですよね。そこなんですけどね。いやよろしいですか。はい、今の話とっても大事な話でねまずね小林さんが非常に純粋な青年のそのピュアさをね持っているということに対しては拍手を送ります。その上での話なんですが久しぶりに聞いたんですがねその情報量をそこにある情報をその再現するという、まあ、写真の命題みたいなもんですよね。それでこれは歴史的に写真の世界ではその黒を潰さず白を飛ばさずというのがその表現技術の大事な要素の一つだったんですよね。その時代が長く続いちゃったんですよね。で我々新聞社の中でも同じようなことでだってアイスで一生懸命なんか白く飛んでるところをねこう擦ってね色を出したりとか覆い焼きをしたりとかなんとかっていうことを昔からやってたんだけどでこれは要するにね表現と再現とをきっちり分けてやる必要があるんですよ。そうすればその問題はきれいに解決されるんですよ。再現という再現性を重視するということなのか表現を重視するで再現性を重視するんであれば要するに被写体の持っている情報を余すことなく再現できるというのが再現性を重視するということですよね。表現というのは再現を重視していたらとてもじゃないけど我々の思ってる絵は描けない。ここはこうするんだ。ここはこうなっても構わないんだ。
あえてそうするんだというのが表現ですよね。そうすると表現だったら、中途半端に潰れてるとこは真っ黒けに潰しちゃえとかね、ここは真っ白に飛ばして、もうきれいにさっぱりと白い部分の面積を増やして、画面全体のインパクトを強くするとか、なんとかっていうことをやるのが、その表現のアートなんですよ。でも再現は新聞社に代表されるように、いかにして嘘がなく、忠実に元の色調とかトーンをリアルにプリントできるかということが大事な要素なんですよ。だからそこで分かれ目ができるから、そこでお考えになれば、要するに小林さん自身が自分でやっている、取材している写真の部分が、分野がアートであるのか、リアリティを求める、再現性を求める世界なのかということで、しっかり区分けすれば、もうはっきり自分で判断がつくんじゃないかと思うんですよね。というのは、よく馬を逆光でたてがみだけ光らせて、お腹が真っ黒けになってるような写真が、もうモノクロでいっぱい出てますよね。あれは要するに、いかにドラマチックにたてがみを見せるかという命題があって、それでやってる、再現性を言う最初から考えてやってるわけじゃないわけですよね。ですから、その撮影者のポリシーがどれだけ反映されるかってことは大事であって、リアリティを求めていない人にリアリティをもっとも出せということを言うのは、やっぱりちょっと行き違いになっちゃいますよね、議論がね、という感じがしますね。いや、いろいろありがとうございました。勉強になりました、ありがとうございます。随分議論が弾んだと思いますので、ありがとうございました。